でですね、はい、アリサにぴったりなものを見つけてきたんですよ。好きなアーティストは？マリアルピアス。そうなんですよ。なんとですね、こんなものを見つけました。え、すごい。大人がいい。なんかシールが当たるらしくて、やっぱりももかちゃんを当てたいなと。ねえ、当てたい。当てるまで帰れません。帰らせて。ティアラチャンネル。開けたい。開けましょうか。はい。かわいいじゃん。じゃあもう一発で当てたいんだよね、大好きなももかちゃんをね。じゃあこれ。はい、パッケージはこんな感じで、ももかちゃん、りんちゃん、みつけちゃん、しおりちゃん、ゆりあちゃん、みんないます。で、なんか後ろ見るとエバージョンもあります。絵と実写みたいな。じゃあ早速開けます。開けましたよ。ももかちゃんかな、大丈夫。じゃあ開けます。せーの。3枚入ってる。あ、3枚入ってんだ。ももかちゃん一発で当てた。え、A だね。え、3枚も入ってるよ。ほら、これがりんちゃんのシール。これキラキラしてる。ほら、かわいいね、クールだね。で、次もこにゃん&ララにゃん。これがしおりちゃんのにゃんちゃん。にゃんちゃんか、守護神みたいについてるのか。そうそうそう、魔女で言うとあのカラスみたい。これがモコニャンで、こっちがララニャンで、次がモモカちゃんの絵の方。これ変身の壁だよね、多分。ステンドグラスみたいな。そうそうそう、これナンバー16番とか書いてるよ。じゃあ次いきます。これ出るでしょ、出るでしょ。よし、開けます。せーの。お、みつきちゃん。まずみつきちゃん、明るいじゃん、かわいいじゃん。じゃあ次、お、りんちゃんのあれバージョン。あれバージョン。あの豪華バージョンっていうのかな。え、豪華バージョンとかあんの。はい、変身が変わったっていうか、このこれよりも強い変身、強いパワーを持ってる衣装。じゃあ、あ、出たー。おお、出た出た。咳込んでおります。出ましたよ、ももかちゃん。めっちゃ可愛いじゃん、めっちゃ可愛いじゃん。ほら、ピンク、かわいい。キラキラしてないんだね。ほんとだね。じゃあもっとレアのやつがあるってことね。あ、じゃあレアのももかちゃんまだ出てないってこと。そうだね、こういう、この衣装のももかちゃんが出てないので、これを狙います。あ、ももかちゃんもなんか強いバージョンがいるの、うんうん、みんなある。スーパーももかみたいな。そう、こんな感じ。じゃあどんどんいきます。よし。いや、これで全コンプしたらすごくない。だって今のところ全部違う。バラバラだもんね。うん、いくよ、せーの。おお、りんちゃんかわいい。りんちゃんのエバージョン、めっちゃかわいいじゃん、めっちゃかわいいじゃん。次、あ、おお、あ、出たー。すごくない、アリサ。すごい。今のところ全部違うよ、かわいい。ほら、衣装が違う。スーパーももかちゃん、スーパーももかっていう名前じゃない。でもほら、普通の衣装より豪華でしょ。確かに。あ、キラってる、キラってる。ほんとだ、キラキラしてる。すげー、一発で当てた。一発じゃないけど、早い段階だったね。うん、はい。あ、ユリアちゃんだ。え、名前、名字、虹色って言うんだって。虹色ユリア。なんか何でも魔法使える子だよね。そうそうそう、最強。全部使える。この子さ、めっちゃ歌がね、透き通ってる。声が透き通ってて可愛いんだよ。可愛いね。じゃあこの2個。よいしょ。
じゃあ見ますよ。じゃあまず広告ね。いくよ。せーの。なんか違う。あれ？あ、なんかね、背景が違う。ほら。わかる？あ、角度も違うね。うん。あ、そういうやつもあるんだね。かわいい。違う角度から見れるね。ほら。あ、じゃあももかちゃんも他にもあるってことじゃない？なるほど。じゃあ次ね。はい。ほっ！しおりちゃん！しおりちゃんの絵。かわいい。めっちゃかっこいいじゃん。似てるよね。いや、しおりちゃん好きなんだけど。あ、違う、ポーズが違う。まだコンプリートするかも。すごい。こっちもキラキラしてる。ほら、ポーズがよく見ると違います。かわいいね。これさ、いろんな角度からさ、見れるからいいね。じゃあ次、2個目の方。せーの。はっ、はかぶっちゃった。かぶっちゃった。かぶっちゃった。でもかわいい。ほら、ももかちゃんが2枚、2枚、2枚。かわいい。じゃあ同じところに置く。うん、はい。じゃあ次、あ、見ちゃった。じゃん、しおりさんの豪華バージョン似合ってるよね。ほら、マントがあるでしょ、後ろに。かわいい。最後、せーの。あ、一緒だね。一緒かも。あれ？一緒だ。ほら、これと一緒でした。まあ、かぶるよね。ね、かぶるよね。ここまで来るとね。何種類あるんだったっけ。20種類あります。20種類。今何個だ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個。あと7個出るかな。じゃあまた2つ一気に開けます。いくよ、せーの。お、かぶってない。の豪華バージョン。勝手に名前つけちゃってる。可愛い。似合ってるね、本当に。みんな似合ってるよね。じゃあ次。あ、ポーズが違う。ほら、さっき出たのがかっこいいクールな感じの表情。こっちもクールだった。ほら、ね、後ろの背景のやつも違ってて可愛い。じゃあ次、せーの。ももかちゃんは一緒。一緒。かぶるよね。ね、かぶらないとおかしいよね。じゃあ次も、次3つあるから3つ一気に切っちゃいます。あ、待って、こっちもある。こっち開けるよ、せーの。あ、しおりちゃん出たね。しおりちゃんの絵バージョンと、みつきちゃんのバージョンと、りんちゃんは出たね。うん、これ全部出てる。でもさ、同じものがさ、何個もあるから、あげるよと持っとくよとかさ、貼るよと持っとくよとかさ、できていいよね。じゃあ最後は3つ一気に開けちゃいます。あと5種類。5種類出るかな。これ、9枚あるのかな。333で。そうだね。9枚のうち違うのが5個出てほしい。出てないのが。手切らないでね。いた。おい。よし、切れたよ。じゃあ最後だね。さあ、コンプなるか。せーの。お、あ、ゆりあちゃんの絵。かわいい。めっちゃかわいくない？ね、めっちゃ絵描いてる人上手だね。じゃあ次。お、あ、違う。絶対違う。しおりちゃん出てない。おお、すごい。ってことはあと4種類だね。これかわいいね。あ、なんかさ、全部さ、2種類あるじゃないですか。それで全部このリボンがついてる。ほら。じゃあ最後ね、
せーの。じゃだけどいいよね。あと3個。あと3種類。3個。おお。これで出たらすごいね。じゃあいくよ。せーの。さっき出たね。3枚目。3枚目の見つけちゃん。じゃあ次せーの。2枚目のりんちゃんだね。せーの。ももかちゃん。あ、出ちゃってるかも。なんかももかちゃんのもう一つバージョンはない。3枚目のももかちゃん、嬉しいね。じゃあ最後だよこれ。最後で3種類出るか。いくよ。はい。ドキ出てない。違うポーズが。おお。ほら待って、次出るかも。いくよ。せーの。おお。すごい、まだ出てないよ。最後1枚。これめっちゃ可愛いじゃん。最後1枚違ったら。出ました。でもすごくない？うん。え、19種類。あれ、坂見てるかも。すごい。でもあとさ、1種類気になるよね。90って並んでて、それで11がない。ティアラチャンネル。はい、ということで今回はシリアさんで購入したマジマジピアーズステッカーコレクションを開封したよ。この11番を当てたいからリベンジしたいと思います。聞いてください。なんすか。カモン、お金当てる当てる当てるさ。